すげえちゃんとロボットや。すごい雑やけど、掘り投げたし。とりあえず一旦寝て、朝にならんかったら、博物館が開いてくれない。ただいま、こんな時間に。あ、ちゃんと寝てくれとる。えらいね。自分に化けた白が気持ちよさそうに眠っている。そろそろ寝ようかな。朝まで寝る。さあ、白抜いてくれ。それむにゃむにゃ、もう交代ですか？うん。眠そうだな。そうですか、もっと寝たかったんですが。自分で勝手に寝てていいよ、他のとこで。ほい、おやすみー。妖怪たちの HP と陽気ゲージが全回復した。よーし。おはよう。そして、トイレじゃないんだ。出発。とりあえず、シングコングとダイナシーを、うんちくまのところに届けなければ。ダイナシーがこれでいいんかどうかがちょっと微妙なとこやけどさ。なんか、このクエストで捕まえなければいけないみたいな。乗った意味なかったね。なんかそういう細かい設定というか規定があるんかもしれんけんね。お、博物館は一体どこに？ここか。はい、到着。とりあえず、うんちくまー。連れてきたよ。おう、荷物が邪魔だ。うんちく！お、YBX 完成に必要な妖怪はちゃんと見つけてこれたくま？はいはい。もちろん、全部集めてきたよ。お、よかった。どれどれ？すごいクマ！うんうん。確かに、ちゃんと集めてきたみたいクマね。さーてだ。じゃあ、これでついに YBX を。うんちく最高！そうクマね。早速組み立ててみるクマ。やったー！よかった、シングコングだけで。ちびちび組み立てるスタート。お、なんかすごいね。各部パーツを取り付けよう。あ、そっか、コマンド入力か。上、よ、横、下、横。Y、X、A、B。OK。すげえ、ちゃんとロボットや。すごい雑やけど。掘り投げたし。お、胴体パーツ。LRLR 左 A 右 Y よし。あれは何？メラメライオン？ほい。完成度 50%。 そして腕か。腕パーツを取り付けよう。左右左右 RRLLBA。 OKあとは頭だけ。完成度 75%。 はい、ラスト、頭パーツを取り付けよう。 XX 上上 LBR 下 A 左。 OK。 スピードが求められんけんいいよね、ゆっくり。おっしゃ、これで完成度 100%。完成！これであとは妖怪たちの力を注入すればよいのだね。やっただに！できた！これでプラモデルは完成だに！ YBX ダイナメラシンを手に入れた。すごいクマ！ほうほう、なかなかいい出来クマね。全方位型オタクの私としては、この子に色を塗ったりポーズつけたり、もう少しこだわりたいところだけど、しょうがない。私は探偵。今回は依頼人に届けることを優先するとしよう。当たり前だに。さあ、このプラモデルを届けに依頼人の家へ急ぐだによ。依頼人の家とは一体どこかね。YBX を依頼者に届けに行こう。あ、そっか、あれか。誰やっけ、カンタやったっけ。なんか名前微妙にしか記憶してないけど。カンタかなんかってやつの家やったような気がする。ね、依頼者がなんか、
そんな感じの人の名前、そんな感じの人の親やったよね。要はあれやろ、ケイタの友達の母親やったよね。ってことは家は、お、カンタじゃねえ、カンチだ。一文字違っとったわ。ここ？おお、立派なお家だね。勝手に入っていいんかな。今だけ一回、今だって言うんや、名字。探偵さん、例のプラモデルの件どうなったかしら。こんなずかずか上がってきていいものなの。ふふふ、ご安心ください奥様。絶対に息子さんに気に入ってもらえる。とってもかっこいいのをゲットしてきましたから。 YBX ダイナメラシンを手渡した。まあ立派なロボットだこと。これならきっとうちの息子も満足してくれるはずだわ。ありがとう探偵さん、お礼にこれを受け取ってちょうだい。ヌー第2号を手に入れた。2号やって超遡ったね。おお、ヌーをゲットだに。これ本当にもらっちゃっていいんですか。ええ、息子の本だったんだけどもう飽きちゃったみたいだから。確かミステリーサークルとかの特集だったと思うんだけど、こういうの探偵さんはお好きかと思って。思うんやけど、これお金はもらってないってこと。ええ、ドストライクですとも。ありがとうございます。やったー。安いな。素敵なプラモをくださらない。バッチリ解決。何？イエーイ。よし、これで3つともクリアしたよ。ルーレットボーナス。ルーレットスタート。苦い漢方が欲しいな。大当たり来い。まだ止まっちゃいかんけんね。あー、まだ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 。おー、スタミナもアルファ。まあ中当たり。ストーリーのロックが外れた。何？これで3つの緊急依頼は全て解決したにね。うんうん、私たちもうすっかり一人前の探偵だよね。それじゃあ一旦探偵社に戻るだに。うん、セラピアーズ見ながら思いっきりダラダラしようっと。そんな探偵いないだに。それにしてもこれで一気に3冊もヌーをゲットしちゃったね。この調子でいけば最新号とかもサクッと手に入ってったりして。ん、そういえばさ、最新号って誰か持ってなかった？気まぐれゲートを研究しているっていう博士っぽい女の人のことだに。ダイモン教授か。そうそう、あの時確か USA に行くって言ってたっけ。あー、 USA に行く前に最新号も譲ってほしかったな。お、恐ろしいほどずうずうしいやつだに。でも大事なヌー情報だから、このことをヌーのブログにアップしておくだに。ヌーのブログ？そんなんつけよ。お、ケイタに切り替えたらストーリーがリンクする。まあね、教授の話してたもんね。青葉原の探偵事務所に戻ろう。探偵事務所に戻ろうやけど、その辺にキュッピーがあったらとりあえず。お、すぐそこにあるじゃねえか。さあ出発しよう。あれどこ？上？お、あったあった。キュッキュッキュッピー。妖怪たちの HP と陽気ゲージが全回復した。キュキュ。ケータに切り替えます。切り替え。よし。お、ストーリーリンク発動。ヌーの情報をゲット。新たなキークエストが始まりそうだ。クエストメニューを確認しよう。クエストメニュー、どこだ。クエスト、新しく増えたやつ、この3つか。あれ、これ KK ブラザーズやん。ほっとけないよ君だけは。ミラクルサーカスを支える設営スタッフの様子がおかしい。そのせい、これ？あ、ストーリーの方か。これか。あ、なるほどね。これだ。ストーリーの続きが始まりそう。続きが始まりそうってどういうことだ。次の目的地を目指そう。これ？なるほど。え、じゃあ次の目的地表示されてないよ。え、表示されてないよ。ちょっと待って、もう一回見して。クエストでストーリーでしょ。
何、どうすればいいの？特に何もないの？次の目的地赤ないけど別に。うん、よくわからぬ。とりあえず、どこに行けばいいのよ。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。